9月半ばですが、秋冬物一色というわけでもないようなんです。アウトドア向けの商品などおよそ1000種類のアイテムを扱うワークマン女子。厳しい残暑で売れ筋の商品に異変が起きていました。トップスの中でもやっぱりこういう半袖の中でも薄いタイプのものだったりとか UV っていうところがかなりやっぱりお客さん購買がまだまだ続いていると。売れてる中身で見ちゃえば実はまだ 20% ぐらいの売り上げは夏物で作っていただけると。売り上げに占める夏物の割合は去年の同じ時期 4、5% でしたが、今年はいまだに 20% ほどもあり、担当者も驚いているそうです。まだ暑いのとちょっと冬物を見たいなと思って、丈の短い夏用のインナー、接触冷感もあって UV カットもついてるんですか。そうですね、いいでしょうね。さらに不安定な天候が続いたことで注目を集めた商品も。今回の気温っていうところで特徴的なところでいきますと、はい、まあ、こういうちょっとシャカシャカしたような生地感のものっていうところを、この辺シャカシャカ系羽織ですかね。そうですね、はい、レディース高撥水シェルジャケット、デザイン性だけでなく機能性の高さもヒットの理由です。耐久撥水っていう撥水機能がついてる商品でございまして、いわゆる水を弾くという機能がついてます。なんでこの時期売れてるんですか。そうです、実はですねここ最近、まあ、災害級の、まあ、雨とかも、あ、まあ、台風とかがありまして水を弾くっていうので、まあ、急激にちょっと販売が伸びているというところです。夏の暑さが続く一方で秋冬物の展開も本格化しつつあります。まあ、本来であれば、まあ、9月入った時点でもう全部秋冬っていうのが今までの動きだったんですけれども、まあ、今回に関しては夏物を残しつつも秋冬の展開、まあ、大体8割ぐらいが今秋冬になり、まあ、なりつつあるのかなっていうところですかね。秋冬物の一押しはこちら、もこもこ素材でまだ暑いのではと思ってしまいますが、実はこちらがですね、袖が取れちゃうんです。本当だ。まあ、いわゆるベストにもなる 2way っていう機能があるので、まあ、いわゆるこれからちょっと薄着してたりとか長袖に切り替わるとは思うんですけれども、やっぱりそれでも肌寒いなんていうところでやっぱり 2way っていう両方使えるようなのが一押しではございます。